IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーより炎の飛龍藤波辰爾入場。さあ、炎の飛龍藤波辰爾がドラゴンコールに乗って入場してまいります。赤コーナーより破壊王橋本真也入場。勝負に打って出ます。破壊なくして想像なし、破壊王橋本真也の出陣であります。橋本社長、本日のメインイベント、藤波 IWGP ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー184cm 105kg 藤波辰爾、赤コーナー183cm135kg 橋本真也。レフリータイガー服部、ドラゴン、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。腕を捉えます。腕攻めに転じます。ローキック、膝へのキックです。張ってまいります。腕を取ります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。足を殺してまいります。行くのか、小気味の良い攻防を展開してまいります。乾いた音が館内に響きます。チキンウィングに固めてまいります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか？そうですね、二人とも朝までがいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。足を抱えます。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。あーなるほど。腕を取ります。切り返します。さあ、ネバーギブアップ精神で過酷な肉体改造を成し遂げましたこの藤波辰爾、かつての自分を取り戻した男が切れ味抜群のドラゴン殺法でリング上にドラゴン旋風を再び巻き起こしてまいります。逆に返します。足を取ります。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの
懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。腕を決めてまいります。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクです。ローを打ってまいります。腕をフックします。耐えます。腕を捉えます。逆に切り返します。あっと、エルボー。 SGA のチョップです。エルボー、組み合います。あっと、返します。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープにブレイクしました。ローを打ち込みます。毛先で打ってまいります。膝へのキックです。土手っ腹に蹴りを見舞います。腕折りに移行してまいります。組みに行きます。逆に振り返した。走り込んでのエルボー。レトロ調の技を繰り出してまいります。足を取ります。ああ、ドラゴンスクリュー。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。ローを打ってまいります。行くのか。あっと、そのまま投げてまいります。ストンピングです。エルボードロップ落としてまいります。ローキック、組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。小脇に抱えます。エルボーで返します。ロックアップ、サイドからヘッドロックの体勢に移行します。掴みます。膝を入れていきます。抱えます。させません。リング内に戻ります。ドロップキックを放ってまいります。リング上は足4の字固めであります。ローを打ち込みます。腕をフックします。外してまいります。10分経過。抱えます。10ミリッパー。打たせません。組みに行きます。リング上はコブラツイストの体勢。あっと、ドロップキック、引き起こす。組み合った。締め上げていった。ローを打ち込む。腕をフックした。打たせない。ローキック強烈。腕を取った。あっと、切り返した。ガチッと組み合った。正面から投げていった。アキレス腱を決めにいった。掴んだ。爆殺シューティングか。抱き起こす。抱えた。強烈に叩きつける。起こした。 DDT カンコエルボー強烈。多いですね、一発が。足を取った。ドラゴンスクリュー。足4の字固め、プロレス技のイロハを繰り出す。強烈なローだ。腕を取った。腕を取って切り返した。腕を殺していった。
いけるか。正面から投げを見舞った。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。タックルぶちかわし、すごい音がした。腕を取った。おっと逆に腕を取った。あーブロック。ここでロープブレイク。腕を取った。あっと返した。腕を回した。あっと逆に丸めていった。カウント取れ。腕を取った。腕を壊しにいった。ドロップキック強烈。見栄を切った。立たせていく。高めに入りましたよ。猛髄に響いたか。カバーした。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。腕を狙っていった。組み合った。コーナーに振って2リフト強烈。足を抱えた。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー。後頭部返事。爆殺キック。そのまま耐え固め。2カウント。まだ足りません。ドロップキック。起こした。足を抱えた。あっ逆にパンチ。首根っこを掴んだ。けさぎりの雨あられ。体を預ける。カウント2.98。これでも決まりません。頭を掴んでさせません。いけるか。ロープに振った。フライングリールキック。チョップを振りかざす。20分経過。カウント入る。カウント 2.89。 重低音バズーカ。足を取った。ドラゴンスクリューで倒した。引き起こす。足を抱えた。あっと返した。蹴りをぶち込む。抱えた。 DDT 前頭葉から突き刺さった。感極まって泣き出している女性ファンもいます。あーエクスタシークライマックス。腕をフックした。外した。張り手。すごい顔で打つ。ブロックした。エルボーで切り返す。このポーズ。手先に